うわ、見失ったかもしんねえ。あ、いる。アイリさん見つけました。アイリさん、おやすみ。久しぶりにお休み行ったわ。どうも、そうですということで、今回もソトゥンクランブやったわけなんですけども、今回ね、塗りやりのバージョン2のビーコンありのクレンボやっていこうかなと思います。ということでやっていきましょう。じゃあね、今回僕はここね、名前なんだっけ、ボールドマーカーだ。ボールドマーカーは今回使っていこうかなと思います。で、このね、あの武器、割とスパルトゥーンクレモで使うの久しぶりじゃないかな。以前というか、まあ、ちょっと、あの、フェスでね、あの、なんだ、酢豚にさ、パイン入れるか入れないかっていうさ、すげえしょうも、言ったらけど、しょうもないさ、フェスがあったじゃん。あれの生配信をしたんですけど、その時にちょっとね、ボールドマーカー使うの結構楽しかったからさ、使っちゃおうかなと。ボールドマーカーちょっと使ったら割と隠れも強いんじゃないと思って、今回ちょっと使っていこうかなと思いました。そして僕ね、あの、なんだ、フェスでさ、あの、パインあり派、酢豚にパイン入れるの賛成派にしてるんですけど、僕、あの、負けましたね。3対0で負けましたね。いやー、もうあんなにね、完敗？もう3対0っていう大差つけられて負けたらね、もう逆に嬉しいですね。もう逆にもう負けて悔しいとかじゃなくて、もう嬉しい。もう逆に嬉しくなりました、僕は。うん、頑張ったなと思って。ラストベースは次負けませんからね。僕ね、ラストベースね、あのね、か、あの、混沌か、あの、秩序か。秩序か混沌かっていうね、あの、お題でね、ラストベースやってるらしいんですけど、僕はね、混沌に今入れようかなって思う。まあ、一応まだね、迷ってるからさ、まだ決めてないんだけど、とりあえず今のところね、混沌に入れたいなって思ってる。でもね、飯田ちゃんが好きなんで僕、あの、秩序に入れたい。迷うよな。スプラトゥーンのフェスって迷うんだわ。しかも最後だよ、最後。ラストフェスだからね。もうこれの100倍くらいは悩むわ。100倍くらい悩みたいと思います、これからね。というわけで、じゃあ、今回ね、スプラトゥーンクレンボーバージョン2のビーコンありということで、しっかりと、オールキル目指していこうかなと。今回もね、スペシャルが無限に使える、チートギアを使ってやっていこうかなんですけど、頑張っていこうかなと思います。それでは、やっていきましょう。ゴーということで、まずここにあるビーコン壊します。よし。いや、この武器ね、割とさ、射程短いけど、塗りがすっげー早いからさ、結構僕気に入ってんだよね、この武器。マジで、あの、だからさ、なんだっけ、あの、配信した時、フェス配信した時にさ、この武器の魅力に気づいてしまってさ、この武器と結婚しようって思いましたもん、僕。この武器と結婚しようって思いましたもんね、僕ね。なんか向こう塗られてるの、怪しいな、こう塗られてんの。あ、おったわ。あそこね。オッケー。あそこね。ここすぐ行くよ。ここに塗る。あ、誰か、あ、飛んだ。こっちだ。ここら辺飛んだよ。ここら辺飛んだよ、多分。見えたよ、僕。ここに飛んだの見てたからね。ここに飛んでたの見てたからね、これ。ここら辺飛んでたの僕見てたからね。って言っても全然見つかんないよ。飛んだはずなのに見つかんないよ、僕。うわぁ、見失ったかもしんねえ。あ、いる。アイリさん見つけました。ありがとうございます、アイリさん。おやすみ。久しぶりにおやすみ行ったわ。最近行ってなかったからね、コメント欄でさ、たまさん最近おやすみって言わないから、寂しいよっていうね、コメントがありましてね。もう寂しがり屋だなと思ってな。うん。で、やっていくぞ。あと残り1分半。まだ1分半なのに。一人しか見つけられてないのはちょっと辛いな。ちょっと辛いですよ、これちょっと。まあ、とりあえず、ここにしっかりと、お前潰しまーす。あれね、もうすぐ来た瞬間潰すからな。慈悲も容赦もありません。ということでですね、ここにあるビーコン壊します。いやー、待って、全然いねえな、これちょっと。ワンチャンこれさ、こういうさ、あの、ね、リッチ、相手のリッチのところにさ、隠れてる人あるわ、全員。またお前来た。お前、倒されるの分かっているな、お前な。倒されるの分かってても、ここに来てると、お前はド M やなっていう話になるわけですね。はい。何の話だっていうね。いやー、待って、いないぞ、普通に。あ、待って、ここさ、怪しいな、ここ。ここ怪しいんだわ。あー、いない、いなかったわ。お前、待って。倒されに来てんじゃん。アイリさん。アイリさんって。もう倒してもらいに来てんじゃん、もうそれは。倒されに来てますよね、これ。まあ、とりあえずやっていくぞ。あと残り30秒。これ倒したい。見つけたい、これ、しっかりと。あ、ここにおる。待って、ねえ。よし、ヌーさん倒しました。いいぞ。あと残り一人ってかさ、向こう側にもさ、隠れてるやついいんじゃないかって僕思ってんだけど、どうなんだろう。とりあえず、もう15秒しかないですよ。待って、これさ、ここにいないよな。もう気になって仕方がないんで、ちょっと。あー、時間足りねえな、これ多分。待って、6、5。ここになんかビーコン置いてある。1、あー、もう大丈夫、時間がね、
時間がねえわ。時間がねえ。よーし、ということで答え合わせでホッケフトをやっていこうかなと思います。いや、割とさ、自信満々に塗ってたわけなんですけども、二人しか見つけられませんでした。自信満々にね、やっていくのが一番悪いわ。なんか、謙虚にやっていくとね、割とね、見つけられますね、全員。あ、もう最近全員キルできてないから言ってない、久しぶりに。まあ、とりあえず、見ていきましょう、答え合わせ。まず僕が見つけた方が、ヌンさんとアイリさんということですね。アイリさん、ここですね、この二人見つけました。まずはじゃあ、片栗粉 X さん。片栗粉 X さん、ここに来られたみたいですよ。なんか、片栗粉 X って名前かっこいいな、なんか。片栗粉ってなんか名前かっこよくない？そんなかっこよくないか。とりあえず、片栗粉 X さん、ここにいたみたいです。これちょっと僕、多分塗り残しだな、これ多分。ここら辺塗った気がするね、このね。このリッシュのこの側面っていうの。ここ結構塗った気がするんだけど、見つけられなかったってことは、でもちょっと塗り残しだったのかな、それが塗ってなかったのか、どっちかです。じゃあ次が、次は、じゃあ田淵さんかですね。ここに、折ってみて、このね、場所か。この場所か。この場所は見てなかったわ。ちょっと、うわー、ちょっと悔しいな。田淵さんがいる場所は、ちょっと、塗ってなかったわ。うまいな。ここさ、ちょっと、そんな場所あったの忘れてた、僕。ここね。この、ちょっと出っ張ってるところにね、隠れてたっぽいですね。じゃ、次、次が、ヌンさんから見ていきましょう。ここのね、上の方に、おりました。このビーコン置いてる上の方に、おりました。で、僕ね、さっきね、鬼やってる時にさ、ここもう片方のこっちに来れてると思ったんだけど、誰もおらんかった。そして、まあ、アイリさんですね。ここに、おりましたね、アイリさん。なんか、タムチさんと一緒にいるけどね、これ。まあ、アイリさん、ここに、おりました。ということで、僕はね、二人しか見つけられなかったんですけど、まあ、次ね、隠れる番で、しっかりとちゃんと隠れんぼをね、まあ、視聴者に見せていこうかなと思います。よーし、とか、富士坪スポーツクラブで隠れていこうかと。お前さ、ちょっと、富士坪スポーツクラブってめちゃめちゃ言いづらいから、嫌ーい。ということで、やっていくぞ。よし、ということでじゃあ、隠れていくわけなんですけども、このマップ僕結構、なんか、ちょっとね、好きじゃない。好きじゃないね。あんま隠れる場所ないからな。狭い。一番狭いんだわ、このマップ。ガチマッチとかでやる分には、すっごい狭くて動きやすいんだけど、隠れんぼはね、やっぱ広い方がさ、隠れやすいやんだって。前はさ、この、ここだっけ？こっちに隠れたりとか、こういうさ、場所で隠れたりしたんだけど、この、側面に、こうやって。もうさすがにさ、僕の動画見てる人とかだったらさ、もう分かっちゃうんです、さすがに。もうそろそろ新しい場所探さないといけない、富士坪スポーツクラブで。どこがいいんでしょうか。こういうさ、こういう場所だったらさ、あからさますぎて見つかるよね、こういう場所。ここにいますよ、みたいな、もう、ほら、なんか、ここにいますよ、みたいな感じになっちゃってるじゃん、場所的にね。やめよう、なんかいい感じ、坂道になってるし。ここからやめとこう。ここじゃなくて、もうちょっとか、毎回言ってるけど、リッシュに隠れるのが一番いいんだわ。リッシュに隠れることによって、時間制限っていうのがあるんで、時間制限を鬼は気にして焦るので、あんまりなんか、リッシュに近づくにつれてさ、塗らなくなってくるんで、塗りが適当になってくるんで、自分のリッシュの方に隠れたいなと思います。じゃ、ここら辺かな、やっぱり。あ、あら、ビーコンも置かなきゃいけないんだ。やばいやばい。忘れてた。先般なら先般。ビーコン置かないと先般になる、なっちゃうから、ほんと、みんなから嫌われちゃうんで、僕。どこがいいんだら、隠れる分には。こことかかな。いやーもう怖いぞ。ここ、ちょっと、ここにするか、ここにするわ。ちょっとここ。この端っこに隠れてみれば。よし、やっていくぞ。ゴーということで、鬼が動き始めました。じゃあ、ビーコンね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、9個あります。あれなんか、あと3つ足りないな。まあいいか。まあ12個置けるんだけど、本当は。あと9個しか置けないんだね。まあいいわ。まあこれは共有範囲ということでね。とりあえず、あ、待って、ここにビーコン残ってんじゃん。鬼のリッシュの方にビーコン残って、待って、このビーコン超強いぞ。多分。前回もさ、なんかビーコン飛びまくって最強みたいな感じの動画撮ったんだけど、塗り残しのね、ビーコンは最強です。なんかあ、ビーコンあるわ。あるやん。ごめんね、ちょっと今、すっげえ眠いんだわ。すっげえ眠くてさ、もし何喋ってるのか全くわかんないし、ろれつも回んないから、もう誰かビンタしてほしい、今すぐね。はい。ということでじゃあ、そろそろお兄さん真ん中まで塗ってきましたよ。とりあえず今のところ、誰も倒されてないのいいね。でも残りさ、ビーコンが3つしかないのがちょっとね、あれだわ。怖い。不安でしかないわ。割と近いかもしかして。言うて近くねえな。あー、でも見えるわ。あ、田淵さん。なんか、僕のとこ飛んできたんだけど、待って、やばくねえか。おい。何してんですか？何してんだよ。何してんだよ。ナイスって送っとくわ。まあ、飛んだこと許してやろう。バレなかったしな。僕にはここにあるね。もう塗り残しのビーコンがあるので、ここに。まあ、全然多少のことは気にしない。まあ、寛大な心ってのが大事ですね、やっぱり。そういう人間になりたいです。はい。残り1分。来たぞ。これ飛ぶか？
飛ぶか、これ、やっぱでも動画的にさ、やっぱギリギリに、片栗粉 X さん死んだ、待って、やばい。これは、見つかっていかない。これは、飛ばなくてよかったな、僕。うん。オッケーオッケーオッケー。割と、あれだな、今隠れてる隠れ場所で、割と見つかなそうな気がするけど、どうなんだろう。よし、ヌーンさん怖いぞ。もう、マジで言ってる、これ、ぼーっとしたら倒されてたわ。やばい、半分くらい脳みそが死んでた。完全にぼーっとしてた。かー。嘘ー。いや、タムッチさん生きてるやん。待って。あいつ僕を残して先に逃げたな。賢い。うん、賢いわ。はい、ということで今回もスタート4回もやってみただけなんですけども。いや、ごめん、ちょっと本当にもう、めちゃめちゃ眠くてさ、もう、ろれつ回らないわ、何言ってんのかわかんないわ、もう、眠ります。ちゃんと眠ります。はい。というわけで、じゃあ今回はね、まあ、スプラトゥーンクラブやってみたわけなんですけども、もう眠い状況で、スプラクラブやると、もう反応が鈍ってゲームどころじゃないってことがね、もうちょっとわかりましたね。もう早めに寝るとします、僕は。はい。というわけで、じゃあ、皆さんご視聴ありがとうございました。ツイッターの方でね、このスプラトゥーンクラブを募集してるのよかったら、ツイッターの方フォローよろしくお願いします。この動画であればね、高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、じゃあ、また見てくれると嬉しいです。それでは戻ってください。では、バイバイ。